神宮寺ゆうたひらのしよとオッペー、米飛べれんない解禁映画を見ながら抱きついてきたりとかトップか。語っていた赤裸々すぎるおうちデート願望こんにちは、読者の皆さん。今年5月22日、ひらのしよさんと神宮寺ゆうたさんが、ジャニーズ事務所及びキングプリンスをとしての活動から脱退し、同じくその日にジャニーズ事務所を退除したこと、皆さんもご存知のことでしょう。 しかし、彼らの新たな一歩が、ファンたちを驚かせたのはその後です。彼らは、元ジャニーズ副社長である滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、飛べ、に合流することを発表し、音楽業界における新たな展開を予感させました。飛べ入りした二人が今後、滝沢氏とタッグを組んで、どんな活動をしていくのか、楽しみにしているファンも多いのではないでしょうか。 大手事務所を離れたならではの自由度の高さに期待をする声も少なくはありません。女性指揮者。そして私たちは彼らのプライベートにも注目しています。ジャニーズ事務所時代とは異なり、彼らのプライベートライフも新たな可能性が広がるかもしれません。平野さんと神宮寺さんの恋愛事情について少し詳しく探ってみたいと思います。 雑誌、ポポロ、アザブ大出版社2019年12月号には、キングプリンスへのメンバーが、女の子にリクエストしたいこと、という質問に答えていた記事がありました。平野さんは、おうちデートでしたいことはという質問に、大使以下のように答えました。今部屋の家具の配置を変えて気分転換したいのね。 この椅子をこっちに置いてからとか、一緒に部屋の模様替えが理想かな。この答えは、まるで同性生活を妄想させるようなものですね。一方、神宮寺さんは次のように答えました。映画を見ようか。一緒に映画を見ている時に抱きついてきたりとか、スキンシップ多めだと嬉しいな。こちらも、かなり大胆なスキンシップを希望するような答えですね。どうやら、 彼らは恋人同士のような楽しい時間を過ごすことに憧れているようです。また、クエスチョンに甘えたいタイプが甘えられたいタイプかというものがあり平野さんは甘えられたいタイプだと明かしいつもで甘えてほしい。基本的には頼られたらその全ての答えてあげたいと思うよ。ゴキブリ退治とかも全然問題なし。とかたり神宮寺さんは甘えられたいが、 8割山体が2割と話していました。どちらも愛情深くお互いを大切にする姿勢が伺えます。また同氏ではカラオケで女の子にリクエストしたい曲はという質問もありました。 平野さんは、俺が好きだからというのもあるけど、アイミオンさんは歌が上手くてハードルが高いから、上手に歌われたら惚れちゃうと思う、と答え、ジングージさんも、マリーゴールドはやっぱりいいね。と打ち明けるなどアイミオンさんの歌唱力に魅了されているようでした。この情報から、将来的には女性ボーカリストとの熱愛についての噂も浮上するかもしれませんね。 いずれにしても、平野耀さんと神宮寺祐太さんのプライベートには、ファンたちがさらに興奮し、応援する理由が増えそうです。とべでの新たな活動、そして個人としての魅力がどんどん開花していくことでしょう。私たちは彼らの今後に大いに期待しています。では、引き続き、彼らの新たなステージを楽しみにしていきましょう。 記事の中で平野耀さんと神宮寺祐太さんの素直な気持ちや恋愛感を探ってみました。彼らのファンにとっては、彼らのプライベートに対する興味も大きいでしょう。どんな未来が待っているのか、楽しみにしている方も多いことでしょう。彼らの新たなステージでの活躍にも期待が高まりますね。長文の記事となりましたが、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 今後の彼らの活動に注目して応援し続けましょう。